こんにちは、ゴッドコウタンです。今回は世界中にドラゴンがはびこるマインクラフト、コウタとドラゴンサバイバルをやっていきたいと思います。前回から時が経ち、ゴッドコウタンの村人増殖場の上にはアイアンゴーレムトラップが作られました。これによって鉄インゴットが無限に供給されて、それによって村人との交易もはかどり、それによってダイヤモンドのツルハシを作ることができ、それによって大量の村人をこの中に収容することもできた。なかなかに充実したサバイバルを送っている今日この頃でございますが、皆さんお過ごしでしょうか。いかが。今回はとあるドラゴンを捕まえるためにネザーに行きたいと思います。いや、別にネザーにねドラゴンがいるわけじゃありません。そのとあるドラゴンというのは、ポーションを飲まなければ手なずけることができないっていう代物でしてね、名前を言うとその名もモンスターナイトメア。メサバイオームにいるザ・ドラゴンって見た目のめっちゃかっこいいドラゴンであって、ものすごく凶暴だそうです。今回はそのモンスターナイトメアを捕まえるためにネザーに行っていきたいと思います。今日はそういう動画ですよ。溶岩がないのであれば見つけてしまえばいいじゃない、かのマリー・アントワネットもそのようなことを言っていました。砂漠バイオームの近くに溶岩湖を発見していたのです、ゴッドコウタンは。そして溶岩湖があるということは、黒曜石を作ることも可能であり、黒曜石を作ることができるのであれば、マインオールを持っているゴッドコウタンはしばらく黒曜石に向かって左クリックを長押しするだけで、10秒程度で黒曜石を10個以上集めることができるのです。さて、黒曜石をもう集めることができました。これによってゴッドコウタンはネザーに行くことができるようになったということです。それではただいまより拠点に向かい、ネザーゲートを作り、そのネザーゲートの中で対価のポーションを作っていきたいと思います。動画開始まだ2分も経っていないのもかかわらず、ここまでテキパキと物事を完遂させることができるゴッドコウタンという人間は、いかにマインクラフトの能力があるのかってことがわかりますよね。ネザーゲートを作るよ。作り方がわからないまだ初心者のキッズもいると思うから簡単に説明しよう。ネザーゲートの作り方は、まず黒曜石を1、2、そして高さ1、2の3、1段土ブロックを置いて横側に1、2、最後にこのブロックを土ブロックにして、下の部分に黒曜石を1、2の3と置いた後に、空間が 2×3 の空間になるように作りましょう。あとはネザーゲートに向かって火打ち石を着火することによって紫色のオーラが出現する。この紫色のオーラの中に飛び込むだけで、プレイヤーは別世界へと旅立つことができるのであった。それでは行くよ。ゴッドコウタンの目標はブレイズを倒し、パウダーを入手して、そしてポーションを作れるようになった後にネザーボートをクラフトして、でもって対価のポーションを入手する。簡単なことだね。はぁー、バカバカバカ、クソ、なんでいきなりネザーの近くにガストがこんなに湧くんだよ。ガストはそろそろうざったいから攻撃をするのをやめていただきたい。あれ、お前はフォックスハウンド。あれ弱いわ。意外、運が良かった。近くにネザー要塞を簡単に見つけることができた。結構運がいいことですね。それでは階段掘りをしての、このネザー要塞のところに渡りやすくしてあげましょう。ありがとうございます。ブレイズさんを狩りに来ました。そして運がいいのでネザーボートがある部屋も発見することができた。これめっちゃ運がいいことだぞ。あとはブレイズさんとマグマキューブを見つけるだけだな。あ、簡単簡単。そしてマインクラフト史上最も名前が分かりにくいって有名なネザーの、なんたらデルタってやつだよな。バイオーム的な名前が。このバイオームにはマグマキューブが死ぬほどば、バカ野郎、死ぬところだったぞ。今僕がマインクラフトが下手くそだったらの話な。うまいから生き残ることができたんだ。そしてこいつらを倒すことによって、マグマキューブの、あーダメだ、マグマクリーム入手できなかった、全部溶岩の中に落ちちゃった。マグマキューブはスライムと違って大きさが3段階あり、大きさ3段階目と2段階目を倒すことによってマグマクリームをドロップします。1段階目、このいっちゃんちっちゃいマグマキューブを倒したところでクリームはドロップしません。スライムとは全然違う習性ですよね。スライムの場合は一番小さいスライムからしかスライムボールはドロップしないのでね。そしてブレイズもまたゲットすることになるのです。よろしくブレイズ。ありがとうブレイズ。1個ロットをゲットした。クラフトすることによってパウダーを2つクラフトすることができるので、違うな、醸造台がまだないってことは、醸造台を入手するためにあと1体ブレイズを倒す必要があるってことか。ハローゴッドコウタンですけれども、あなたたちのロットを少しもらいたいのでございます。危ないね。
あなたたちのことを倒してポテトを大量に消費。ロット3本。おお、めっちゃいいじゃん。ロット3つってことは、醸造台クラフトすることできるし、耐火のポーションもクラフトすることができるようになったので、地上に戻りましょう。役割を終えました。ただいま。お帰り。こんにちは。ゴッドコータンだよ。ネザーから戻ってきたところだ。ゴッドコータンは大量のネザーの戦利品を入手することができた。それではただいまより、ネザーのポーションを作っていきたいと思う。まずは醸造台をクラフトする。が、食料ブロックが近くにあると、村人のこの増殖施設がバグってしまう可能性があります。なので、話しておくべきなんだろうけれども、僕はそんなこと考えません。でもってこの中にはブレイズパウダーを燃料とし、そしてネザーボートをこの中に入れの、水入りの瓶を3つ入れて30秒ほど待ちます。奇妙なポーションになるので、ネザーボートを一旦外し、マグマクリームを入れてまた30秒待ちましょう。したらば完成されるのが耐火のポーションというわけですね。耐火のポーションをクラフトすることができました。よし、今から捕まえるわ。モンスターナイトメアだ。そのためまずモンスターナイトメアの大好物である羊肉と豚肉を一回インベントリーの中に入れて、モンスターナイトメアが生息していると言われているメサバイオームに行っていきたいと思います。ただし、ゴッドコーターはドラゴンが今持っていません。手持ちにいるのはティア1のクソザコ弱弱モンスターことテリブルテラー一体のみです。こいつ持ってたところで、モンスターナイトメアを変に刺激するだけだし、戦力にもならないので、今回は一人で行きたいと思います。お、あそこにいるのはトリプルストライクですよね。毒を操って、自分と戦って、自分のことを任した相手にした従うっていうタイプのドラゴンです。今回の僕は装備が貧弱なゆえ、あいつを戦わせ手なずけることはできないので、スルーしていくことが無難ですよね。で、メサバイオームにモンスターナイトメアがいるっていう噂を聞きつけてきたんだけれども、あそこの上にあるトゲトゲとした翼はきっとモンスターナイトメアに違いありませんよね。モンスターナイトメアの見た目はね、ピクトドラゴンシリーズには珍しい前足と翼が一体化しているタイプのドラゴンなんですよね。僕が好きなタイプのドラゴンです。いました、モンスターナイトメアです。かっこよ。あら、かっこ、あいつはかなり凶暴なモンスターだからね。ゴッドコータンがこうやって近くに来てしまうと変に刺激してしまう可能性があるわけです。なので防具とそれから武器をこの中に入れておきましょう。そうすることによってモンスターナイトメアを変に刺激することを防いでくれます。そしてゴッドコータンは耐火のポーションを飲みます。荒ぶってんなあいつ、めっちゃ炎出してんじゃん。怖いわ。一応耐火のポーション飲んでるから炎の攻撃は効かないとは思うけれども、ちょっと近づくの意識だよな。なんてかっこいい見た目をしているんだお前は。ちょっと捕まえたいな。こんにちは、僕だよ、ゴッドコータンだ。あ、逃げちゃった。飛ぶなよ。クソ、耐火のポーション8分続くからまだいいものの、これが3分だったら結構泣いてたな。あー、いた、モンスターナイトメア。さっきのよりも色合いが青っぽくてかっこよくて綺麗だね。じゃあ生肉与えるよ。こんにちは、耐火のポーション持ってるし、僕はあなたに敵対はしません。食べな。よし、いいね。このままこいつを変に殴ったりせず、して刺激与えなければ手なずけることができるはずです。体力とか見てみろ、120もあるぜ。今まで捕まえてきたヒックとドラゴンモッドのドラゴンの中では一番高いんじゃないか ?120 って。ナイトフューリーが確か体力80だか70だったかもんな。そいつよりも体力高いって相当な化け物だぞ、あなた。このモンスターナイトメアの説明をしようか。モンスターナイトメアはドラゴンの中でもめちゃめちゃに凶暴で恐れられているドラゴンらしい。モンスターナイトメアほど人々に恐れられているドラゴンはそうそういないと図鑑に書いてある。さらにこいつは全身を炎でまとうことができるらしい。つまり体を炎で燃やすことができるんだ。結構厳しいというかすごく厄介だよね。え、マジ一発で手なずけることできちゃった。そんな、うわぁ、かっこよ。なんだこの、首の曲がり具合がマジで僕の趣味に合うわ。かっこよすぎる。あまりにもかっこいいぞ、お前。サドルを持ってくるのを忘れていたのがちょっと後悔するべきところだな。こいつが吐く炎は液状らしいよ。液体のような炎を吐くため、この液体のような炎は、結構危ないらしい。服とかについたら、結構悲惨なことになるよな。さ、家に戻るぞ、モンスターナイトメア。嘘、2体目来ちゃった。お前もついでに手なずけるか。お前も俺の仲間にならないか。仲間になれ、モンスターナイトメア。2体目の仲間になるのだ。ゴッドコータンと一緒にお空の旅をすることによって圧倒的な強さと圧倒的な楽しさを得ることができるのだ。さ、どうぞ食べてね。早くすぐ食え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 。
早く食え。お前の口をかっぴらいて胃袋に直接生肉を流し込もうか。え、そのシュッとしてかっこいいビジュアルをブヨブヨの海竜みたいな見た目にしてやろうか。そっちの方がゴッドクォーターは愛せると思うが 93%。 そんなに一瞬で手なずくことあるか。僕ってやっぱドラゴンに愛される体質なんだろうな。これで肉が少しでも減れば、あえて名付けることができた。個人的に言うと、僕はこの緑色のナイトメアの方が好きなんだ。じゃあ行くぞ。うわ、すげえ、体を炎でまとったぞ、このドラゴン。うわ、原作通りだ。かっこいい。この状態で乗れるのかな？乗れた。よし、行くぞ、モンスターナイトメア。サドルはないが、絆はある。よし、モンスターナイトメア、お前も来い。行くよー。あれ、ついてきてない？あー、棒で指示する必要があったりする？あ！そうだ、あ！ただいま、モンスターナイトメア、ゴッドコータンだよ。君たちに僕は殺されかけた。正確に言うと、おっと、ちょ、やめて。レッツゴー、モンスターナイトメア。おい、お前僕のペットなんだからついてこいよ。なんかさ、僕のペットなのにこいつって全然ついてこないんだよな。来い、来い、来い、熱い。全然ついてきてくんないじゃん。なんで？色もすごい僕の好みなのに。来いって。くそ。どうするべきか。座らせる？うん、ダメだな。座らせることができない。近づいたら僕がね、燃えるんだよね。あ、やっとついていってくれた。ただ、お前ちょっと近づきすぎないでくんない？近づきすぎないで。よし。帰るぞ。モンスターナイトメア。僕はね、2体初めてドラゴン同じやつ捕まえたことになるんだよな。この2体のドラゴンの名前はコメント欄で募集することにしよう。まあ見た目はこんな感じだ。緑色のこのかっこいいタイプのドラゴンと、それから青色のこのかっこいいタイプのドラゴンだ。この2体のドラゴン、どういう能力を持ってるのか確かめてみようかな。じゃあまず、普通のやつ。あ、炎ですね。炎の攻撃を広範囲に撒き散らすような攻撃。広範囲に炎を撒き散らすことができるということが分かった。そして自身に炎をまとうこともできるらしいね。なかなかかっこいいじゃないですか。ってことで今回はここまでだ。チャンネル登録と高評価よろしくね。いや、かっこいいドラゴン手に入れることができてマジで満足だな。青色とこの緑色っていう炎とは正反対の色っていうのもまたセンスがいい。素晴らしいドラゴンを手なずけることができて僕は幸せですよ。それではコメント欄に名前を募集するのでよろしく。